ウズベキスタンサッカー連盟は、ウズベキスタンのサッカー統括団体である、1946年に設立された。ソビート連邦の崩壊に伴い、1994年に、ウズベキスタンは、他の中央アジア4カ国と共に一斉に、AFC へ新規加入を果たした。国際サッカー連盟にも同年の1994年に、加盟。サッカーウズベキスタン代表は初めて参戦した。 国際大会である1994年の広島アジア大会でいきなり優勝しアジアへ衝撃をもたらした2005年9月3日の2006年ドイツワールドカップアジア予選アジアプレーオフ対バーレーン戦の最低への不満から UEFA 転籍を示唆したが最終的には転籍せず AFC に残留した2012年12月21日ウズベキスタンサッカー連盟は FIFA フェアプレー賞の3つの候補の1つに選出され、2013年1月7日、FIFA フェアプレー賞を受賞した。ありがとうございます。